はい、いつもありがとうございます。バーンでございます。今日はですね、京都市の下京区にあります嵐電四条大宮駅に来ております。今日は嵐電の四条大宮から嵐山までの全面展望をノーカットでお送りしたいと思います。それではまず運賃表から見ていきたいと思います。嵐電は一駅乗ろうが終点まで乗ろうが大人220円、子供110円の均一運賃です。それでは早速駅構内に入っていきましょう。今回乗るのは11時14分発嵐山行きです。それでは早速電車に乗り込んでいきたいと思います。はい、乗り込みまして、右側ちょっと運転手さんの邪魔になると悪いのでね、右側のホームで撮りやすい位置がありましたので、こちらから撮っていきたいと思います。ここからは BGM なしノーカットでお送りします。
Thank you.
Thank you.
はい、ということでね、嵐山駅に到着いたしました。嵐山駅には着物フォレストといわれる共有禅の生地をアクリルで包み、高さ2メートルのポール状にしたものを駅構内や線路脇の至る所に設置し、共有禅の林に見立てております。夜になると共有禅のポールに LED 電球が仕込まれていて、夜には嵐山駅全体をライトアップし、幻想的な光の林へと変貌します。ぜひね、ライトアップされている時間帯に一度訪れてみてはいかがでしょうか。
ではね、今日の動画はここで終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録よろしければお願いいたします。